さて、巻物デーということで本日も巻いていきたいとは思うんですけれども、今回はなんかいたね今回もチャタ、前回までイケチャタでしたけど、今回はこちらのチャタです。メイブロのコブラチャタ、こいつを初めて使っていきたいと思います。初めて出してきましたね。どんな感じかな。おー、いいじゃないですか、釣れる巻き感ですよ。でもこんな感じじゃねえか、チャタって。あ、でもこれあれだね、完全に安定型のチャターですね。血取りはしません。はい、このコブラチャターなんですけども、まあ、チャターベイトといえば AK チャターが俺の中で来てるんですが、まあ、その理由としてはなんとなくです。まあ、明確にこうこうこうだからって言って AK チャターが好きなわけ、使ってるわけではなくて、なんか肌に合うっていう感じね。イボークとかもそうなんですよ。別になんかいいから使ってるっていうよりか、好きだから使ってる。なんかね、もっとこういいクランクベイトあるんかもしれんよ、同じ用途っていうか同じ系統のでね、 RTO の方がいいかもしれんとか思うこともあるけど、頭では分かってても心はイボークなんですよ。こいつを使いたいみたいなねあらゆるメリットデメリットを打ち消す好きだという感情だけで、まあ、ルアーを使うこともたまにあるんですが、その代表なのがイボークと、そして今回の話に出てくるような AK チャターなんですね。だから AK チャターが特別いいんかどうかは知らんけど、なんか肌に合うか使ってという感じなんですが、その AK チャターで補えない部分をこのコブラチャターが補ってくれたら万々歳かなという感じです。どういうところかっていうと、チャターベイト、まあ、AK チャターに限らずなんですが、チャターベイトっていうジャンルのルアーが持つ最大の欠点って何か、根がかるんですよ。めっちゃ根がかるんですよね。いわばこのオープンアイのジグヘッドみたいな感じだから、そら根がかるんですよ。これなんかこのブレードがガードしてくれるかなと思ったら全然してくれないしね。で、各社いろんな工夫をして、できるだけ根がからないように、根がかりやすいチャタをできるだけ根がからないようにっていろんな工夫をしてるんだけど、例えばガードをつける、本当にラバージグみたいな感じでブラシガードをつけるみたいな工夫をしてるとこもあります。ただ僕的にはそれはなしで、なんでかっていうと、俺チャタはいわばスイムジグとかスピナーベイトの系統じゃなくて、同じシングルフックだけどね、どっちかというとバイブレーションの系統だと思うんですよ。まあ、いわばプラグ巻物の類に近い。だから竿もどっちかというとね、グラスロッドみたいなね、乗せ感の方が個人的には好みなんですよ。今はもうファイアウルフ使ってるけど、まあそういう感じで乗せていきたいよねがチャターベイトなんだけど、そこにブラシガードをつけちゃうと弾いちゃうよね。弾いちゃう気がする。かけていかないといけなくなっちゃうから、その辺が僕の中で好きじゃなくて、まあガードっていうのはね、安心感にはつながるけど、また同時に異物だから、ないに住むならない方がいいよなっていうのが俺の中であるんよ。まあ村上さんも同じようなことを言ってたと思うんですよね。ガードっていうのは異物で、あんまりない方がいいわみたいなのをよう言うとるんですけど、まあ僕もその辺はね、同じような感じで考えてます。だからガード付きのチャラベイトってあんま好きじゃないんですよ。で、そうじゃなくて姿勢で制御しようっていうチャターベイトとかがあって、例えばね、ノリーズのフラチャット、あれもね、こう姿勢で回避してくるタイプのチャターベイトなんだけど、いかんせん売ってないっていうねノリーズの供給があれやみたいなのがある。まあでも多分それでもいいと思うんだけどね。でもこのコブラチャターはそのフラチャットと同じ系統で、姿勢を変えることによって根がかりを回避するタイプのチャターベイト、つまりチャターベイトのネックな部分である根がかり回避能力っていうのを高めたやつで、その肝になるのが確かヘッド。このヘッドが障害物に当たった時にフックを必ず障害物から避けるような形、こんな感じ、意味わかるかな、こう来てて、なんかに当たった時に針先がこっち側に、障害物側に向いちゃうから引っかかるんですよ。で、普通のチャターって結構向いちゃうんだけど、コブラチャターは逆側に、こっち側に傾くようにヘッド形状がこう作られて、それで障害物を回避してくるということで、ノーガードでありながらその回避能力抜群です。で、ヘッドで回避してるからフッキングとかその辺は全く阻害されないんよね。ブラシガードは根がかりもしないかもしれないけど、フッキングしなくなっちゃうからってことを考えたら、やっぱりこの形、ヘッドの形状だったりとか、スイミング姿勢だったりとか、乗り越える時のもうその何角度とか、そういったもので障害物を回避してくれるチャターベイトがやっぱええんよっていう感じ。まあ基本はね、 AK チャターでいいと思うんだけど、やっぱりカバーとか絡む、もう木1本枝1本でも絡んできたら引っかかっちゃうのがチャター
だけどやっぱりなんか障害物に当てた方があのストライク率が上がるというのもあるし、そういう意味では安心感の強いコブラチャターはカバー絡みで攻めやすいかなとは思います。まあただあんまり過信しすぎてもダメだと思うけどね。スピナーベイトじゃないんやからみたいな、ありまっからそういうので。今使ってるのはコブラチャターの2分の1オンスハーフオンスってやつにデス5トレーラー。ちなみにこのコブラチャターなんですけど、この右側の2分の1オンスと左側の8分の3オンスでブレードの形状が違うんですよ。重さが違うだけじゃなくて、これはこのヘッド形状、障害物を回避するためのヘッド形状がゆえに結構コブラチャターって浮き上がりやすいんですね。だから2分の1オンスでも通常のチャターの8分の3オンスぐらいの泳装を泳いでくるみたいな感じなんだけど、8分の3オンスはただウェイトを軽くしただけではなくて、アピール力とかそういったあのピッチの回数とかね、そういうのを抑えてる。抑えた分だけ沈みやすくなるんで、多分レンジ的にはねほぼ一緒なんよ。これほぼ一緒なんだけどパワーが違う。これが2分の1オンスがパワー、8分の3オンスがちょっとフィネスな感じ。フィネスって言い方してあれなんだけど、ちょっと抑えた感じになるらしいですよまあね、レイドジャパンのチャターブレード、マックスブレードもタイプパワーとタイプスピードがあるじゃないですか。パワーに振ったチャターベイトとスピードに振ったチャターベイト、まあローアピールに振ったチャターベイトがありますよという感じで、チャターのそのパワー感っていうのをタイプごとに使い分けてるんだけど、コブラチャターも2分の1オンスがパワーで8分の3オンスが弱パワーみたいな感じらしいよ。まあ基本チャターっていうのはね、あんまりウエイトで重たいから深いところを引くとかっていうのはあんまないんで、あのトレーラーでも全然変わってくるしね。おっと引っかかったわさすがにチャターベイトなんでね、スピナーベイトかと比べたらそれは多少なりとも引っかかるでしょう。過信しすぎないよ。でもね、普通のチャターはビビるぐらい引っかかるんで完全中層なんだけど、何かに当たって帰ってくればもう運がいいなんだけど、コブラチャターは何かに当てて引いてきて引っかかったら運が悪いっていう感じぐらいには差があるっていう意味では、 AK チャターと差別化はできるかなと思います。まああと千鳥が出ないっていうのはね、安定型のチャターベイトゆえに障害物で絡めることをやっぱり念頭に置いてるかななんて思ってます。こういった木のところをね当てながら引いてくる。雨降りそう。あの木にコンタクトさせながら引いてくるとか、チャターでやったらお前正気かやけど、全然やれちゃう。さすがにごちゃごちゃしたカバーとかね、連続したボトムノックみたいなね使い方をする場合はね、いくらコブラチャターでも引っかかる率が上がってしまうんですが、ああいう単発の障害物はねもう確実にと言っていいぐらい回避してくるんで、ふん、ほらちょっと怖いけど分かっちゃいるけど、オープンフックのチャターやからちっとクエが、まあ引っかからずに効いてこれるということですね。さて浅いところに入ってくるんで、ちょっとルアーをね8分の3オンスに変えていきたいと思います。ちなみにこの、コブラチャターなんですけど、スナップ交換、普通のチャターと同じようにね付属のスナップがついてるんですが、今回はこういう風に外してスナップ交換できるようにしてます。2分の1オンスはこういう風に穴がね縦長なんで、すごい交換しやすいです。はい、この辺は AK チャターの方がねやっぱ有利なんですよね。スナップじゃねえやスプリットリングがついてるから交換しやすい。でそのスプリットリングがついた状態でテストがなされてるからバランスが崩れないと。これ多分コブラチャターにスプリットリングつけたってあんまり良くないと思うんですけど、その辺は分かりませんが、8分の3オンスはダメ、外れないで結び直さないとダメだな。これは2分の1オンス同士の例えばカラーローテーションとかそういう意味ではねすごいやりやすいと思うんだけど、8分の3と2分の1オンスをこう変えていくのはちょっとダメだな。そっか、残念。この不安定型のねチャターベイトってやっぱりスプリットリング一つでもバランスが崩れたりとかするんですよ。でも多分コブラチャターなら大丈夫な気がしなくもない。いや、わかんないよ。8分の3オンスコブラチャター、お、結構引き感が軽くなりますね。でも引いてるレンジとか引ける層はさほど変わらずですわ。こんなとこ通しちゃう、チャターで。無理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 
無理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 、おお帰ってくる。あんな木の間を通して影響ちゃったやって殉職してたわ。すげえな、やるじゃん。あんまり無謀なことして引っ掛けたらあれやけど。おお回避してくるね。うわー、こんな木の間に、こんな木の間通したら引っ掛かっちゃうよ。引っ掛からないんですよ。素晴らしい。引っ掛からないけど食わないな。いないのかな。うわこれはタイトすぎるか。あいや水の上に上げたらダメやな。クランクベイトだって水の上を乗り越えられんからね。水の上にあるカバーは水中にあるからこそ回避できるんだってね。ラバージグじゃないんだから。クランクベイトと一緒だね。まさにカバーチャターイングっていうのができますね、これ。お、来た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 。よし、よし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 。来た来た。まあまあです。よいしょよいしょ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 。オッケー。2分の1オンス来たぜ。全然コブラチャターじゃなくてよかった。あでもこいつはまだ3段あれだね、はたいてないね。この辺で来たよね。ネストじゃないな、はたいてないですね。オスだけど。でもこの階段がね、うん、ネスト場にちょうどいいよな。やっぱりあの硬いフラットだから一応ね。でも見た感じない感じだから、こいつはネスト場探し中のやつかな。押す。ウェイ。カバーとか絡んでないから、コブラチャターじゃなくてもよかったけど。まあ別にカバーに絡めなきゃいけないってわけではないからね。ちょっとファイアウルフだからさ、ほらね。あんまりキャストがうまいこと決まらんけど。そう、こういう雑なキャストでも、引っかからんっていうのはね、コブラチャターのいいところね。まあ、こういうカバー絡みでコリコリパクってきたら一番かっこいいんやな。うん、ナイスコブラチャターだぜみたいな。もうコブラチャターのいいとこ 120% 出てますよみたいな。これコブラチャターフィッシュですよみたいな。そういうのができるんやけど、ちょっとカバーにおらんみたいですね。まあ、そこは魚次第な部分あるからね。まあ、でもな、こういう木とかコリコリって絡めながら引いてこれる。しかもガードがついてるわけじゃないから、腹筋を妨げない。しかもこの針ね、あのミブロのこのチャタースピナメのいいところはこの針。マジこの針 AK チャターに分けろって感じ。AK チャターもこの針使ってもろうってって感じなんだけど、まあ、針がいい。そのサイズ感だったりとか硬さっていうかな、鋭さとか、そういうのが全てやっぱりこのシングルフック系ハードベイトの何たるかを分かってる感ある。分かってる感あるってすげえ上から目線やけど、いや実際そうだよな。いやでも引っかからんね。まあさすがに全く引っかからんわけではないけど、オープンフックのチャターベイトでこんだけね、カバー絡めていけるんやから相当ですよ。 AK チャターやったら50回ぐらいも引っかかってると思う。いまだロストだし、ほらもう完全にレイダウンノックしてるんだけどね、全然引っかからない。まあ、でもね、横に引いてこないとダメだけどね。こう打ってちょこちょこちょこすいってて、外れるもんじゃないから。だからこのチャターを信じて巻き切ってやるのが一番引っかからない。で当然オープンウォーターでも使えるしね。こういうね、なんか晴れた届かんな。まあなんでね、俺はちょっと個人的好みで AK チャターをオープンで使ってとかやってるけど、どこでも使うならコブラチャターの方がいいかもしれないね。まあ、千鳥はないけどね。あとサイズバリエーションがちょっとない。83と21ね。まあでもこれはみんながコブラチャター分かってくれたら、おコブラチャターって売れるんやんけみたいな感じで塚本さんも作ってくれるんじゃないでしょうか。もっとサイズバリエーションをコブラチャタージュニアとかね、コブラチャターヘビーグリートとかね。はい、そんな感じ。このコブラチャターミブロのチャターベイトです。引っかからないチャターということで、まあチャターのネックである根掛かり率を大幅に下げることができて、
かつフッキング性能を犠牲にしていないというね、このチャタ、皆さんもう一ついかがでしょうか。これはおすすめしやすいね。 AK チャタはなんか好きってだけだからね、俺は別に何がいいかは知らんけどみたいな。これチャタは明確にいい部分っていうのがズドッと出てるから、そういう意味ではすごいね、そういう用途ではおすすめしやすいよねみたいなね感じですわ。じゃあ皆さんもいいチャタライフを送ってみてください。バイバイ。Playing like children and love like oranges.